72式射撃式装置1型は日本で開発された放射撃式装置。いずれも海上自衛隊の警備艦に搭載されていた。海上自衛隊では第一次防衛力整備計画以前の取得艦においては放射撃式装置としてマーク57、63が主に搭載されていた。しかしこれらは世界水準と比べると一段をったものであったため、 1955年度に高性能 GFCS の取得予算が盛り込まれた。この際にはアメリカ機以外も視野に検討され、スイスのコントラベス社とオランダのシグナール社が候補となった。このうち性能と将来発展予知に優れるコントラベス社製のヤベルクが選定され、1セットが輸入されて1958年3月に春風のマーク。 51と乾燥されて搭載された。これは地上配備の高射砲用の GFCS を発展させて開発されたものであり、多くの点で従来の関西 GFCS とは一線を画するものであった。特に射撃の基準となる座標形については、従来は艦首方位、艦板面が基準とされていたのに対し、 ヤベルクにおいては真きた、静止水平面が基準とされており、根本的に異なっていた。ハードウェアの性能、信頼性の問題から、射撃精度、保守整備には多大な困難が伴ったものの、同期は、海上自衛隊の GFCS 開発に大きく貢献し、国産機のベースとなった。クラマでは5インチ砲と同様、2機が、背負い式に搭載されている。 この経験に基づき、昭和33年度より技術研究本部の部内研究として、関西 GFCS の研究が着手された。昭和34年度には、下記目標を提示して、三菱電機による部外委託研究が開始された。高速目標の補足、追尾自動追尾機構の採用レーダー、高学照準の併用を前提し、 気候下関採用としての小型軽量化及び操作性の確保やベルクと同等の精度の確保これを受けて1960年度から1964年度までの4カ年計画で試作が行われた。静止水平面の喪失に関しては当初は電子式が検討されたものの技術的な不安からヤベルクと同様の二軸の機械式とされた。また、包囲板に関しては 円形パラボラアンテナによる無人式レーダー包囲板と TV カメラによる有人式光学包囲板が相互に独立して配置されていた。この試作機は1965年に春雨に搭載されて、同年10月20日から1966年9月28日まで3時に渡る試験が行われた後、同年末にはほぼ実用に教師うると認定され、68式、 射撃式装置として正式化された。その後、傭兵側の要請を盛り込んで、包囲板をマーク56砲射撃式装置と同様に捜査員2名を配置して有人式としたレーダー光学兼用式とし、アメリカ製マーク19ジャイロを導入するなどの改良を加えた改善型 GFCS が開発され、これは1969年に、 長月に搭載されて試験が開始された。23の機構部で構成されており、レーガー包囲板射撃時には、パラボラアンテナの中心軸が回転して、自動的に目標の硬い角と行角を計測、同時に即挙も行うものとされていた。試験も、終盤の1972年秋、自衛艦隊司令官、北村海将が座上する、村雲搭載の号機が無人標的機、 ファイアービーに訓練弾を直撃させて撃墜し、その性能を実証した。同年、同期は72式射撃式装置1型として、正式化された。54口径5インチ単装速射砲用の FCS-1A と50口径76ミリ連装速射砲用の FCS-1B があり、FCS-1A はアメリカ製のマーク57と、 FCS-1B は同じくマーク63と、ほぼ同等の性能とされている。以後34号機までが製作され、クラマに至るまで、護衛艦の主力、GFCS として使用された。速度900ノットで、高度例、水平距離1000ヤードのところを直線運動する、点目標に対して ITV 撮像機、撮像制御機を含む。ありがとうございます。